1コーナーへの飛び込みはかなりタイトだ。順位は気にするな。クリーンに抜けて立ち上がりのスピードをケメルストレートにつなげるんだ。はい、その調子だ。いいスタートだぞ。DRS が使用可能になった。前のマシンとの差が1秒以内で DRS ゾーンに入っている時に使える。
だ。ミディアムに帰るぞ。新しい戦略を MFD で確認してくれ。了解した。前方のチームメイトとのギャップは 1.8 秒。
空っぽにピットに入る。プッシュしろ。足元はそれほどくたびれていない。まだまだ使えるぞ。このまま使っていこう。このラップでピットインだ。速度制限を忘れるな。オーバーするとペナルティーを食るぞ。10分から15分で雨になりそうだ。
後ろのマシンはミディアムコンパウンドに履き替えたようだ。マシンとの差は 1.9 秒。
後ろを引き離している。タイヤカスを集めながら戻ってくれ。メルセデスチームは今日素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。誇りに思っていいでしょう。教えてください、何が今日の勝負の明暗を分けたのでしょうか。はい、つまらない答えかもしれませんが、今日一番のスピードが出せるパッケージだったことと、ドライバーがそのマシンの力の引き出し方を知っていたことでしょう。数字や戦略にどれだけ時間をかけても速いペースを維持できなければ意味がありません。今日の勝者はこの2つの要素を兼ね備えていました。堂々としたレースを展開したドライバーが表彰台に向かっています。首位の座を射止めたのはまたしてもシルバーアロー、メルセデスが納得の勝利です。さて、ドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか？当然アレクサンダー・アルボンです。彼の評判は上がってきていますが、今日のパフォーマンスでさらに評価が高まるでしょう。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。